「琴ノ葉ブック」野村古道作銭形平時取もの控え朗読後藤敦。 七人の花嫁本編もまた平治の独身者。言い名付け中の美しくて純情なおしずが、平時のために喜んで七に赴きます。一やえ八、何です親分。ちょいと顔を貸しな。へへへ、こんな面でもよかったら存分に使ってください。 気取るなよ。どうせ身代わりの偽首って面じゃねえ顔と言ったのは言葉のあやだ本当のところはてめえの足が借りてえ「物の名人とうわれるくせにめったに人を縛ったことのない御用聞きの銭形の平次は日向でとぐろを巻いている古文のガラッパチにこんな調子で話しかけました。松つは過ぎましたが妙に生温かいせいか。 まだ江戸の町にも塗装の酔いが残っているような昼下がり。中年者の,の客を送り出すと、平次はすぐ縁側へ回って、ガラッパチを居眠りから呼び起こしたのです。へどこへ飛んで行きゃいいんで。今の話を聞いたろう。あの客が長々と話し込んだ。いえ、聞かねえ人の話なんか聞きゃしませんよ。 そんな寒しい蜂さんじゃねえ。いい心がけだ、と言いてえが、実は居眠りをしていたんだろう。まあ、そんなところで。何しろ日向はあったけえし、懐は涼しいし、じっとしていりゃ眠くなるばかりで。呆れたものだ。まあいいやな。俺が詳しくさらってやろう。お手数でもそう願いましょうか。黙って聞けよ。 平治の態度にはいつにも逃げなく真剣なところがあるので無駄の多いガラッパチもさすがに口をつぐんで親分の顔を見上げました今ここへ見えたのは実験棚の八尾徳の主人だ一人娘のおせを同じ商売仲間の末広町の八尾峰の跡取りの息子に嫁にやるについて俺の力が借りたいというのだよ悪い虫でもついてるんでしょう どうせ当節の娘だ。そんな話じゃね聞けば近頃、神田から日本橋へかけて、花嫁がちょいちょい消えてなくなるそうだな。それなら聞きましたよ。終言の晩に行方知れずになった花嫁は、くれからこの方二人くらいあるでしょう。どうせ言い交わした男でもあって、いよいよという晩に花嫁姿で道行きを決めたんじゃありませんか。土壇場に据えると、 女の子は思いのほか強くなりますからね。ところが八王徳の主人の話では、消えた花嫁が三人もあるそうだよ。妙に気が揃ったものですね。そんなのんきなことを言っちゃいられない。一月や半月のうちに花嫁が三人も行方知れずになるというのは、少しおかしくはないかな、ハそういえばそうかもしれませんね。 どこの家でも娘に男があって逃げたと思い込んでいるから、世間体をはばかって表沙汰にはしないそうだが、八男の主人はどうも自分の娘も消えて亡くなりそうで心配でたまらないと言うんだよ。なるほどね。そこでてめえ頼みというのは、そのおせとかいう娘に虫がついているかどうかかぎ出してこいと言うんでしょ。そんなきざな用事じ,じゃない。 娘の身持ちは八乙くの主人が引き受けるって言うから差し当たりそれを信用するとしててめえはそっと嫁入りの行列について行って一晩見張って言いさえすりゃいいんだなるほどこいつは嫌な役目だ何だとハチ知恵もにもいらねえ代わり大した辛抱役だ花嫁について行って三三九度から床きまで見せられた日にゃ全く楽じゃないぜ。 贅沢を言うな。これでも一人もんですぜ。親分。一人もんだから、そんな場所によく目が届くんだ。薬不足なんか言っちゃならねえ。へっ、助からねえな。ガラッパチは文句を言いながらも、頭の中ではその晩の冒険に対するいろいろの計画を巡らしておりました。